皆さんこんにちは。今テスラモデル Y ですね、今通勤途中ですけども、自動運転中でございます。自動運転中じゃない、クルーズコントロールですかね。一応前との距離測りながら、ハンドル操作だけはね自分でやんないとダメっていう、一応バージョンですね。で、こちらがですね、一応普段使いでもほとんどアクセル踏むこと、アクセルとかブレーキやることなくですね、私片道60キロ以上あるんですけど、ほとんど足の負担がないですね、っていうぐらいすごく楽な運転です。たまに前の車が、右折したり、左折したりっていう時にですね、ちょっと合わせるのにね、アクセルをちょっと踏んだりするような場面もありますけども、でもほぼですね、任せて大丈夫かなっていうような状態です。はい、今これ前の車がゆっくりになって、自分も、これ私何もしてないです。勝手に止まるということになります。で、ちょっと面白いなと思ったのが、これアルファードとかにも一応ついてたんですけど、アルファードとかって前の車が出だすと、なんて言うんでしょう、自分でクルーズコントロールのレバーをパコって下げるか、アクセルちょこんと踏むかしないといけないんですね。テスラの場合それなくて、前が出るともう遅延なく、ほぼ遅延なくですね、人間と同じような感覚で出てくれるというところが非常に素晴らしいとこだなというふうに思っております。もうすぐ信号変わるんで、ちょっとその辺のね、タイムを見てみたいなと思います。はい、非常によくできてるなというふうに思います。結構優秀なプログラマーがね、やっぱりそのシステム作ってるんだなと。はい、今出ます。はい、はい、今出だしました。で、前の車が進んできます。で、自分の車の方もそれに合わせてついていくような形です。決して遅くないですね。普通にのレベルでね、ついていってもらえるというところであります。で、非常に後ろの人もね、ちょっとイライラすることなくですね、ついてきてもらえるかなと思います。非常にこれ便利ですね。で、この感じが、一応ハンドル操作だけね、今やってますけどね、これを市街地でオートパイロットを使うとどうなるかっていうのも、いろんな、画像で、上がってますけども、オートパイロット、これでも一応使えなくはないですよ。これで、オートステアリングはバウンドを一時的に使用できません。使用できません。できた。ハンドルから手を離さないでくださいっていうことで、これ今自動運転、オートパイロット中です。で、これで、ハンドルについてはですね、やってくれてます。で、ちょっと若干ですね、やっぱり怖いかなと。これ多分真ん中走ってるんでしょうけど、若干僕の感覚から言うと左寄りのような気がしないでもないなみたいな感じですね。なので若干ちょっと左かな、でも真ん中か、こういうなんか全然田舎道だったら、オートパイロットでも普通に作動してくれるんで、大丈夫かなと思います。ハウスがいっぱいあります。ということでね、このもう全然田舎道で、のどかでね、大体普通に60キロぐらいでね、こう流すような道っていうのは、緩やかなカーブとかも、自分でね、こう線を認識しながらね、曲がってってくれるなっていう感じです。いい感じですね。もう全然何もしてない。ハンドルもこれはテスラがやってくれてます。非常に楽ですね。というような感じで、ちょっと一般道でも他にもね、いろいろ試してみたいなと。怖い、止まってくれるかな。止まる、はい、ぎゅーっと止まってくれて、ちょっとアクセル、ブレーキね、ちょっと強いかなって感じはしますけどね。はい、これピタッと止まってくれました。で、今も現在オートパイロット中になってます。なので、非常に運転は楽になるかなと思いますので、長距離ね、テスラでやってる方は、
は非常に便利かなと思います。これ遠出するとき本当にいいな。これは楽ですね。まあ、ちょっといろいろね、あのテスラの、まあ、オートパイロットもね、何度かちょっと動画アップしていきたいなと思います。まあ、非常に優秀なんで、オンをちょっと曲がってね、アクセル意識してもらってきてくれてますね。これは偉いですね。これね、ほんと600万ちょっとで買えるってすごいですね。しかも電気と、いや、これすごいです。めちゃくちゃ安いですよ、これは。いろんな他のやつ乗りましたけど、こんなんじゃないですよね。もっと遅いですよね、いろいろ。まあ、メルセデスがまあまあ、ベンツがまあまあいいかなっていう感じもありますけど、これかなり優秀ですね。なので、まあ、ぜひね、ちょっと検討している方はおすすめなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もグッドボタンもお願いします。